最初の発表で5色3つで何かとはっちゃけたいが、今年はなんとかはっちゃけたいって言われた。より必死感が出たっていう。服作りはやっぱりいいよ。その近いじゃん家から。ライブは一つもこう喜んで帰ってもらわなきゃいけない。でも曲作りも大変っちゃ大変なんだよな。まだ答え出せないです。どっちも大変ですね。別に何の文句もないですけど、なぜこういう質問をするのか。あなたもやりますね。あ、繋がってるね。あ、禁止できてる。あ、できた、できた。いや、俺絶対。あー、いけ。関係って気打ちが遅刻してくるかもしれない。緊張してる。俺、武道館は結構遅刻してる。大丈夫。生放送がある時だったんですけど、それでもう電車が止まってるからしょうがないっつってタクシーを捕まえたら、タクシーの運転手さんも全くわからないと、途中で降りてくれって言われて、3人で初めて武道館って音鳴らした時はドラムは当時のマネージャーさんが叩いてたもんね。ここが5品ぐらい借りパク。俺も山ちゃんから CD 借りてる。いや俺も貸してるよ。ケンチにはコンちゃんちで昔学生の頃にプレステやってで、そろそろちょっと返してもらおうかなっつってバッて言ったら、ごめんこの間中国ゲーム屋さんに売っちゃったってオリンピックは今うちで管理してて、はい、ノーディレクションフォームうちで、そうノーディレクションフォーム管理はしてるんですよ。全日本フォーク大全も僕が管理してます。それはだいぶイースターユースのキューピーのちゃんのシングルもうちで管理してる、はい、それは俺のだけどね。あれ俺のだけど、ね、あれは所有権、紙ジャケでしょ、紙ジャケ、あれ俺んだよ。あ、そうです、所有権が移転の問題だから、そっか。丸と×。